岩沼市の竹駒神社で秋の実りに感謝する抜穂祭が行われました。境内で行われた神事には神職やかすりの着物を着た巫女などおよそ30人が参加しました。そして水田に実った一目惚れの稲を一本ずつ抜き取っていきました。今年は雨が少なかったものの日照に恵まれ豊作で、この田んぼでは例年より多い300キロほどの収穫を見込んでいるということです。豊穣の秋を迎えまして、とても良いお米を取ることができました。関市の皆様をはじめ皆様におかれましては、これの地の年がより実りの多い日々になりますことをご記念申し上げます。稲刈りは明日行われ、11月の新嘗祭で神社の本殿に奉納します。